の生産原価を戻すことができましたとか、で今年は利益率 30% 上がりましたとか言って、わーってもみんなで盛り上がりながら、あのうち のメンバーやってるんですよ。だからもうどん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 利益率が高くなる。だから、3000万売り上げて1000万残しましたなんてざらにこう出てくるわけですよ、ね。さあ、そういう有料事例がですね、実はあんまり表に出てないんだけどいっぱいあるんですよ、うん。さあ、逆に皆さん方はしっかりその辺押さえてやってますかってことなんですよね。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業理事会を運営しています山下博之です。さあ、今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあ、それでは本日のテーマはこちらになります。稼いでいる農家のお財布事情ということで、今回ね、すごいです。お金の話です。経営の話ですね。なかなかね、他の農業者さんって一体どんな風にやってるんだろう、お財布事情。まあ、お財布って言ったって財布の中見るわけじゃないですよ。まあ、どういう経営をやってるんだろうということで、他のうまくいってる農業者さんのお金事情をですね、まあ、ちょっと覗いてみようかなというふうな、まあ、テーマになります。で、これ実はですね、あのノーテラス、面会のメンバーからね、あの、まあ、ノーテラス会っていうのがあってね、あの毎月あの2回ぐらい定期的にあのレクチャーをするメンバーがあの全国にあのいらっしゃるんですけども、あのそういうメンバーから、まあ、質問いただいたんですね。あのちなみに、あの農美事会っていうのがあって、まあ、農美事会って大きな、まあ、オンラインのね、あのズームとかでレクチャーをするような、まあ、会があるんですけど、農美事会のメンバーはですね、月に1回もしくは2回、オンラインで、まあ、全体でグループでね、レクチャーをする会です。このノーテラスメンバーっていうのはですね、もう本当個別でずっとね、もう1年間ずっとこうね、あのやり取りしながら、その人があのやりたい農業を実現するのを私がね、徹底的にこう応援するって、まあ、そういうね、仕組みなんですけど、まあ、もしね、ご興味ある方はね、まあ、メールでお問い合わせいただきたいと思うんですけども、まあ、そうその人から、ちょっと山下さん、ちょっと、他の農家さんが儲かってる事例をちょっと教えてくださいよというね、あのご相談というか問い合わせいただいたんで、今日はね、そういったお話をしたいと思います。で、結論言うとですね、あのうまくいってる人がシンプルに上手に出口を塞いでいます。うん、ああやっぱそうかと思いましたでしょ。そうなんです。もう本当ね、これはね、まあ、他の動画でも話させていただいてますけど、売り上げを上げてても、お金が残ってない、ね、農家山ほどいます、うん。売上が多くいってますよって、あ、すごいですね。で、いくら儲かってるのって、それはマイナスなんですよって。奥売上ってマイナス、いや、それまずいんじゃないの、うん。で、それよりも売上は少なくともちゃんとお金が残ってるよって、やっぱそういう農業を、まあ、目指したいですよね。うん、しっかりと、ね、お金を残す。そこで今回は本日の内容なんですけど、ちょっと経営指標から、この野菜農家の場合、僕はちょっと野菜農家なんで、うん、この野菜農家の場合の優良農家5つの事例、優良農家5つの事例をね、ちょっとお話ししたいと思います。その前にちょっとお知らせなんですけど、まあまあ今ちょっと触れましたけどね、今農美事会というのをやってまして、毎月1回ですね、農美事セミナーというのをやってます。で、これね、まあ、毎回好評なんですけど、まあ、私が話したり外部の講師の先生を呼んできたりするんですけど、今回はですね、あの雇用について、まあ、上手にね、人を活用する。だって今人を雇うの大変ですよ。もう人件費は上がるし、もうね、よその産業も人手が足らないって言ってます。で、そんな中で自分のところに、あの、あ、山下農園さんにあの仕事したいですってやっぱ来てもらうには、やっぱいろいろ工夫がいるんですね。まあ、そういった話をね、ちょっとやろうと思ってます。これ農美事 VIP 会員っていうね、会員、まあ、農美事会員と農美事 VIP 会員って、まあ、あるんですけど、農美事 VIP 会員にね、ご参加いただくと、まあ、これちょっと有料なんですけども、月々1000円ね。だけど、もうずっとね、あの農美事セミナーのご参加いただきます。うん、だから今回だけ参加したいなっていうのはね、別途、そのセミナー参加受講券っていうのをね、あの買っていただくんですけど、まあ断然ねお得だと思いますので、ぜひね、農美事 VIP 会にねご登録いただきたいと思います。あ、ちなみに、あのご登録いただくとですね、あのこの YouTube では流してない有料級のですね、あのマネジメントとかマーケティングとか、そういう動画、確か7、80本あったかな、それ無料で見れるんですよ。もう見放題です。あ、ちなみに農美事会に、ただあの無料の会に入っていただくだけでもですね、それでも無料のまだ公開してない、もうちょっと古いというか、あの最初の頃撮った動画が 100本近く、確かね、100何十本ぐらい、あの無料で見れるんですよ。だから登録ただですからね、あの農美事会は。で、有料になると有料級の動画が見れます。
ですからぜひね、お気軽にね、ノービジョンオンラインで、ね、ご登録いただきたいと思います。さあ、宣伝はこのくらいにして、あ、ちなみに3月の、ノービジセミナーは3月の8日金曜日になりますですね。はい、合ってますね。はい、さあ、じゃあそこで、今日の内容、本日の内容ですけど、いっぱいありますね。一般の事例から、まあ、有料事例の 1,2,3,4,5、 これはね、ちょっとお話しします。さあ、それではまず一般の事例ですね。一般的にはですね、こう売上があって、うん、売上があって、こう生産原価と販売原価、つまり作るのに 50% お金かかって、売るのに、うん、35% で、農業所得が15%。例えば売上が1,000万、売上が1000万だったら作るのに500万経費かけて、販売するのに35万、あ、ごめんなさい、350万で、残り150万残る、まあ、これが、まあ、一般的な王道の数字になります。で、例えば売上3000万、3000万の場合は、生産コストが150万、あ、間違えた、ごめんなさい、1500万、うん、で、販売コストがだいたい、1000万ぐらいです。で、農業所得が450万みたいな。まあ結果こんな風にね、皆さん方の売上で生産コストにどのくらいかかって、販売コストにどのくらいかかる、で、余ったお金が、はい、皆さん方の農業所得っていう風に、これあくまで個人経営の話ですよ。これ法人になるとちょっとね、考え方が違うんですけども、あくまで個人経営で、まあ、1000万から3000万クラスの、農家さんはどのくらいの、所得を残しているかっていうお財布事情をね、まあ、見るっていうのが今回のテーマですので、まあ、ざっくり、まあ、こんな感じですね。これが一般ですよ。一般農家の事例、これ野菜農家です。さあ、じゃあここからですよ。有料農家、これ踏まえてですよ。有料農家、あ、もう一つ知っておいていただきたいのが、この生産コストでこの 50%、 いわゆる生産原価っていうやつですけど、ここを細かく見ていくと、ちょっとこれ大きくしようかな、はい、細かく見ていくと、はい、引きすぎた、はい、ここですね、はい、材料費が 10%、 材料費というのはね、種代、肥料代、農薬代、これ材料費 10%で、人件費、パートさんとか従業員のね、これに専従者給与も入ります。これ25%。で、次、製造費。製造費っていうのは、まあ、ハウスだ、トラクターだと、もうそのローンを払ったりとか、支払いあるんですよ。電気代、光熱費、土地利用、水利費とか、だから15%。これを覚えておいてください。これが製造原価。この製造原価が材料費 10%、人件費 25%、製造費 15%。で、大体 50% ぐらいですよ。さあ、皆さんのところどのくらいでしょうね。ちなみに販売経費、ね、例えば荷造り運賃手数料だったり、広告費だったり、宣伝費だったり、会議費だったり、で 25%、 これ段ボール代とか運賃とかね、うん、そして事務所の費用とかで新聞代とか、まあ、その辺で 10%、まあ、合わせて 35%、まあ、こんな風な立て付けになってます。これ一般ですよ。さあ、じゃあ有料事例、有料農家は何をどんなふうに努力しているか。まず一つ目、こちら、はい、人件費をもともと、はい、人件費 25% でしょ。この人件費 25% だったところをこうやって、あれ、人件費 25% だったところを、はい、15% に抑えることによって、ここですね、 15% に抑えることによって、なんと生産原価を 40% に抑える。これ有料事例。どんな風に抑えるかって、まあ、これね、割と家族経営でじいちゃんばあちゃんがタダで手伝ってくれるパターンとかもあるんですけど、ここですね、家族経営などで人件費が抑えられているバージョン、いいですよね、じいちゃんばあちゃんがタダで手伝ってくれるって。だから人件費が抑えられてるから、結果として所得が 25%、 ね、1000万円だったら250万残りますよ。3000万だったらなんと750万残る。いいですね。これが有料事例。まあ、ただ、ネックもありますよね。家族経営でじいちゃんばあちゃんとか、まあ、親戚とか身内とかで、まあ、安く、もしくはただで、ね、手伝ってもらってるから成り立っているのであって、
やがてその人たちは手伝ってくれなくなります。そうなってくるとここの人件費が結局は上がっちゃうと。結構ねここに陥ってる農家さんいらっしゃいますけど、まずは優良事例の一つはこちらになります。で次は何かっていうと、次は、はい、こちら製造費。製造費を抑える。製造費って何かって言ったら、先ほど一般的に 15% ぐらいかかってます。で 15% ぐらいかかってるのにこの方 5% に抑えてる。すごいですね。どんなふうにやって抑えてるかっていうと、これ設備投資が終わった、もしくは設備投資を最初からやってないって、ただここでボトルネックなのは、設備投資が終わったんならいいけど、設備投資をやってないと、例えばビニールハウスがなくて路地ばっかりだったら、ずっと天候で左右されて売り上げが安定しないというねデメリットもあります。ただ有料農家の事例としては、なんとかこの製造費を低く低く抑える。あ、この前ね農美事会のメンバーでも、なんだろう、全部中古でやっていることによってここめちゃめちゃ抑えてる。賢いですね。新品のが買わないの、中古ってここギュッと抑えるわけ。結果的に生産原価が 40%。 なんか聞くところによると3000万で、だから結果的に25% ぐらいに所得がなるわけ。でもその方すごいよ。売上が3000万で農業所得1000万ぐらい残せるっていう今計画で、ここの数字を今調整してるらしい。3000万売上って1000万農業所得って言ったらなかなかいいよね。でもその方はやっぱりここを上手に抑えてる、製造業。はい、じゃあ次の事例は、はい、有料事例3つ目、はい、ここ逆にこの販売経費、この販売経費を抑えるってことです。こう販売経費を、販売経費って例えば農協とかに出荷してる人って、もう結局もう何パーセントっても取られちゃいますよね、であれね、農協が取ってるんじゃないのよ。選果賃とか段ボール代とかなんだかんだで、農協は実際手数料ってすごく少ないんです。だけどそれを総合的に見ると、30% ぐらい取られてるのかな、とやっぱり、A 品ばっかり、いわゆる主品ばっかり出していくと、その選果賃とか販売額が高いからパーセントは低いんだけど、やっぱり B 品 C 品とかが一緒に選果で並べてる、一律に選果賃と段ボール代取られるから、どうしても、ここの荷造り運賃手数料が高くなっちゃう。でやだよ、もう農協に出したらもうそれだけ手数料引かれるからっつって、じゃあ自分でやる、農協離脱、共犯離脱で自分でやる、で自分でパートさん雇って選別させて、自分で段ボール買ってきて自分で袋詰めしてって、そして自分で運送会社使ってって、上手にそれを安く抑えることができるならば、農協の共犯を離脱した方がここを結果的に抑えることができるんですけど、いやいやいや、ちゃんとその交渉が上手にできなければ、うわー、農協の共犯に加入していた時の方が実際この販管費は安かった、共犯に出してた方がね、なんていう本末転倒なことになってる人もたまにいらっしゃる。なんか闇雲に共犯に出してると手数料が高いって言うけど、じゃあ自分でやってごらんなさいよ、本当にそれを安く抑えることができるんですかとか。で僕も、農協共犯辞めました。辞めてから、僕はそれを分かってたので、農協で 32% かかったのを自分でやっぱ 25% まで抑えることができたの。で結果それを、22%、20%、15% まで抑えていって、結果的にこのお金を残していった、所得を残していった、そういう経緯になります。はい、じゃあ次、有料事例4つ目、4つ目は何かって言ったら、このやっぱりこの一般販管費です。一般販管費、つまりこの事務所、もうこれね、実は共済会計金もここに入ってますけど、事務所の光熱費とか新聞図書、これなんだかんだ言って自分の自宅を事務所にやってる場合ってほとんど実は金かかんないっていうか、経費に上げなければ結果的にここ残るんですよね。経費として上げなければ。でも経費として上げることによって、節税にもなるんで、上げられてることもいらっしゃると思いますけど、これわざわざね、違うところにテナント借りたりさ、事務所を建てたりするとどうしてもここがかかっちゃいます。だからここのね、一般販管費っていうのはね、極力抑えている方いらっしゃると思います。結果的にこの有料事例1234の方々がここですね、材料費を抑える人、人件費を抑える人、製造費を抑える人、人件費を抑える人、製造費を抑える人、販管費、一般管費、これが一般的に言う、ちゃんとお金を残している有料農家の方々のお財布ってことになります。そして最後は、はい、
優良農家事例5つ目全体的にバランスよく経費を抑える。例えばもうここですね、例えばはい、はい、生産もう材料費も 8% 人件費も 20% 製造費も 12% 合わせて 40% ですよみたいな。そして販管費も、20% そして一般管理費も 5% 合わせて 25% ですよ。そしてなんと所得率 35% ですよと。これが一番いいですね。これがね、これが先ほど、農美事会の、ね、メンバーにもいらっしゃいますけど、まあ、私の、ね、農テラス会のメンバーにも、ね、たくさんいらっしゃるんです。この利益率 35% っていう方ね、うん、なんでかちょっとこういう勉強をずっと前からやってるからです。ずっとこういう勉強やってるから、山下さんこれね、あの生産原価戻すことができましたとか、ね、今年は利益率 30% 上がりましたとか言って、わーってもみんなで盛り上がりながら、あのうち あのメンバーやってるんですよ。だからもうどんどん利益率が高く、だから、3000万売り上げて1000万残しましたなんてザラにこう出てくるわけですよ、ね、さあそういう優良事例がですね、実はあんまり表に出てないんだけどいっぱいあるんですよ、うん、さあ逆に皆さん方はしっかりその辺押さえてやってますかってことなんですよね。ぜひね、なんだ皆さん、あのうまくいってる人たち のお財布事情って結局は上手に出口を塞いでいるんだって、これに早く気づいたらいいです、うん、なんか特別なミラクルなことをやって一生懸命品質上げて高く売って儲けてるってのんのんのんです。そんなうまくいくわけないです。品質を上げたところで高く売れるわけないんですよ。そんなあの幻に努力していくよりしっかりと現実的にコストを見直してどこを削っていこうかなっていうふうに、実は優良農家さんってそういう地味な努力をやってらっしゃるんですよね、はい、つまり具体的に取り組むこと、5つの経費のいずれかを下げているってことです。この材料費か人件費か製造費か販管費か一般費か、これをね地味にコツコツとね下げる、これが優良農家さんの実践していることなんです。さあいかがだったでしょうか。今日はですね、稼いでいる農家さんのねお財布事情ということでお話しさせていただきましたけど、まあね、あの決してね面白い話じゃないです。なんでかというと攻めの話じゃなくて守りの話だからね。皆さんほら攻めの話が好きでしょ。高く売りましたとかドーンと行きましたみたいな好きでしょ。だけど経営というのはね地味なんですよ。こういうのコツコツやっていって地盤を固める、ね、まあ、こういうのがね経営、そしてこういうの面白いと思える人が経営者なんですね。はい、ということでね、今回稼いでいる農家のお財布事情というねお話をさせていただきました。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。